第8軍はアメリカ陸軍の部隊の一つであり、在韓米軍の陸軍戦力を構成している。朝鮮戦争以降、韓国に駐留している。2016年11月現在の司令官はトーマス・エス・バン・ダル中将。軍司令部は2017年7月から平沢市のハンフリーズ基地に駐在する。司令官は米韓連合軍司令部参謀長を兼任する。主力部隊は ソウル南方の平沢に配備された第2、不評師団である。2018年現在では、在韓米軍の改編が進行中であり、ハンフリーズ。また、2015年12月には、韓国側へ、戦時作戦党政権を移管予定であったのに伴い、第8軍司令部は、ハワイにあるアメリカ太平洋陸軍司令部に統合も、検討されていたが、 戦時作戦党政権移管は2020年代半ばまで延期することを、米韓は2014年に合意した。第二次世界大戦中の1944年6月10日、ロバート・アイケルバーガー中将指揮下に編成された。戦役機への投入は、1944年9月のことであり、北部、ニューギニアやアドミラリティ諸島において、第六軍と交代し、警備任務についた。 12月には、レーテ島へ移動し、1945年1月に、参加の第11軍団が、ルソン島で戦闘を行っている。その後、終戦までフィリピンで、相当作戦を行っている。ダウンホール作戦に投入される予定であったが、その前に、日本が降伏したため、占領任務に用いられた。日本へは1945年8月30日に、到着を開始し、 司令部を横浜市に設置した。当初、糸井川と小田原を結ぶ、戦意遺の西日本を、第六軍、東日本を、第八軍が担任することになっており、第八軍は、東日本に進駐したが、日本占領が円滑に進んだこと、第八軍より、早期に創設された第六軍に福音特典の溜まっている部隊が多かったこと等から、第六軍が撤退して、 第8軍が西日本を含めた日本占領の主力となり、日本に駐留する全米陸軍部隊を統括した。しかし、日本占領の安定化やアメリカの戦時体制の解除に伴って、第8軍も急速に復員が進み、1945年末には約24万人を数えた兵力も、わずか1年後の1946年末には約5万8千人となり、 さらに1948年4月末には約4万5000人となっていた。また、韓国の独立により、朝鮮半島南部に進駐していた米第24軍団も復員したことから、極東における唯一の米陸軍部隊となっていたため、朝鮮戦争勃発にあたっては、米軍の主力として投入され、以後朝鮮半島に駐留を続けている第8軍の組織図。 ありがとうございます。